レイダーです。どうもこんにちは、ビジマヤです。今回第62回目ということで、今回はですね、前回が白黒コンビだったので、今回も白黒コンビでバイシクのご紹介です。よびし、はい、今回はバイシクのライダーバイシクのご紹介になります。よいしょ。なんかちゃう、ミス。え、近くで見せるとこんな感じ。なんか若干左右とも同じトランプですけど、なんか模様が違って見えますね。実際違えのか。では前回が白川だったんで、今回は白川にしよう。はい、じゃあこんな感じですね。なんかここにスペードのマークが2つありますね。なんか若干気持ち悪い。なんか伝わるかわかんないですけど、メトロイドっていうゲームのなんかボスに似てる。伝わんないなこれ。はい、こんな感じです。で、裏はこんな感じでライダーと書いてあって、バイシクです。では中を見ていきます。よいしょ。はい、これは広告かな。マジックネットワークっていうところ、広告ですね。いろんな会社がありますね。で、ダブルバックじゃないね。白と黒になってます。はい。で、表なんですけど、表はマークの色はそんなに変わんないですね。ただ絵札が若干違いますね、色合いが。ちょっと明るくなった感じかな？薄くなった感じかな？どっちだ？普通のバイシクに比べたら、デザインは一緒ですけど、色合いがちょっと違いますね。こっちの方がなんか黄緑チックなものがなんか加わってますね。こんな感じです。で、ジョーカーが2枚と。で、スペードのエースはこんな感じ。バイシクルライダー。はい。でですね、このジョーカーも実は仕掛けがあります。骸骨の、海賊ですかね。海賊が骸骨になっちゃったみたいな。はい、2体とも一緒。あ、見えた。ですけど、実は、ここに拳銃を持ってるんですね。で、2枚目がこの拳銃から煙が上がって、これはクラブの銃ですね。クローバーと銃。これ味方によっては70ですね。クローバー70。いっか。クローバーの銃が。銃の煙になってボワーンと現れてるっていう、これなかなかセンスあるなと思いましたね。こういうトランプがついてます。はい、裏です。特に箱とは変わらずのデザインですけど、でもなかなかバイシクルっぽくない絵柄ですね。スペード2枚、ただの名をメトロイドのボス、メトロイドのボスがメトロイドっていうのか忘れちゃったね。こんな感じのマークになってます。よく近くで見ると結構凝ってるデザインをしてるなっていう感じですね。なかなか面白い。裏はこんな感じです。はい、お次は黒のご紹介です。ほとんどどうなんだろうな、結構変わってるのかな。なんか白と黒が逆転してるようなイメージでもありますかね。近くで見せるとこんな感じです。確かにデザイン自体は変わってないけど、色使いが変わってますね。はい、裏はバイシクルライダーと書いてあります。では中を見ていきましょう。こっちもマジックネットワーク広告のカードが入ってて、黒かっこいい。で、こっちはなぜかダブルバックになってるね、ちゃんと。白のダブルバックはないんですかね。はい。で、表なんですけど、黒が白になってます。赤は赤のまんま。で、黒は白になってて、で、絵札が、色使いがなかなかかっこいい。デザインはバイシクと変わらずなんですけど、デザインがかっこいいですね。なんでね、色はかっこいいですね。デザインは変わってない。こんな感じですね。
で、まあ白と同様ジョーカー2枚あるんですけど、実はちょっとだけ細工してあります。また、ね、こういう細工は面白いなと思いますね。でその前にスペードのエース、まあ、こんな感じですね。でジョーカーなんですけど、まあ骸骨なのは変わらずなんですけど、こちらが見やすいですね多分さっきより。まあ月があって、で骸骨と海賊さんがいて、でここにライダーのトランプを持ってます。でこっちは実はこのライダーの手元がハートの4に変わるっていう、これはなかなか面白いですね。まあ4とかの数字は書いてないんですけど、ハートが4つで、まあ、ハートの4っていう感じですね。なかなかこれも面白いデザインだなと思います。まあ表はこんな感じ。はい、裏です。まあデザインは変わってないんですけど、色合いがね変わってますね。例えばここの端っことか、なんか槍みたいな部分が白なんですけど、まあこっちの白は槍の部分が黒になってたりとか、なんか色がところどころ反転してる感じですね。なかなか面白いデザインだなと思います。で、まあ、これはそんなに使ってないですけど、やっぱり黒なんで使ってると端っこが白くなってきますね。こんな感じで、まあ、裏はこんな感じになってます。まあ使い心地なんですけど、普通に使いやすいですね。バイクっていうのもありますけど、あとはジョーカー白黒ともに遊び心があってね、なかなかいいんじゃないかなって思います。曲がりにくいね、近くじゃないと。はい、まあ、今気づいたんですけど、ライダーじゃなくてレイダーですね。失礼しました。バイシクルのレイダーのご紹介です。ですじゃないでした。まあ、普通にバイシクルなんで使いやすいですし、あとトランプも結構ジョーカーとかも遊び心があるので、なかなか面白いトランプかなと思います。普通にアマゾンさんとかフレントロップさん、ソリッドマジシャンさんでも安く売ってるので、確か700円とかそれぐらいだったと思うので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで今回はレイダーバッグ、バイシクルレイダーの紹介でした。ありがとうございますね。ラとレの違いっす。